朝からジャン君とポンちゃんが遊んでいます。ちゃんも一人遊びが上手になってきました。たくさん運動してね。そうにしています。今度はチャコちゃんの足に絡まったね。どうしようかな。やっぱ激しく遊ぶと絡まっちゃうのかな。上の方を外して。ねえ、楽しんでるんだけど、ちょっとこっちに落とすよ。そうだね。車とかはいいけど、はい、取れるよ。はい、はい、はい。すぐ取れるのにね。
これに関してですが、ゴムがすごく伸縮性があるので絡んでもいずれは取れますが、万一ということがありますので、人が見て、すぐ救護できるような時には、まあ、今は本当はそうなんですけどね、遊ばせようかと思います。シオン君を外に出しますよ。アンズちゃんそこで待ってるけど、シオン君だけね、ごめんね。アンズちゃんはもうちょっとなでなでさせてくれたらね。はい、シオン君、今日はまた4回目の譲渡会だけど、またビビっちゃうね、きっとね。まあ、それはしょうがないね。でも快適に過ごせるようにいろんなものを持っていくからね。今日は君一人だから他の荷物もいっぱい持てるからね。噛むんじゃございませんよ、君。変な人がここに。はい、遊んでおいで。いってらっしゃい。いいな。さあ遊んでいくかい。走れ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 、はい、行ってね。じゃあ、ドローンしなさい、ドローン。はい。はい、どうぞ。
指にじゃれたよ。クシュ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 、かわいい顔だね。クシュクシュ。指を噛んだりもしてんだけど、そっちが気になるみたいなのはお腹が空いてますね、やっぱりね。私が今おもちゃ持ってる。あ、おもちゃ。うん、おもちゃ今届いてる。そうですか。じゃあおもちゃで遊びましょう。